おい、ガキどもこれはどういう状況だ貴公主ならここに一匹いるがなえどこここだ何 <laughs> <ー>だ <laughs> 俺は人類の役に立てた お前は十分に活躍した。そして、これからもだ。お前の残した意志が、俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず、巨人を絶滅させる。兵長、彼は、もう最後まで聞いたのか、こいつは。ええ。ならいい。 リヴァイ退却,だ退却まだ限界まで進んでねえぞ俺の部下を犬死にか巨人が町を目指して一斉に北上し始めた父がそう言ってましたお前は記憶喪失で親父は行方知れずか随分都合のいい話だなリヴァイ彼が嘘をつく理由はないとの結論に至ったはずだおいさっさと答えろクズ野郎 お前がしたいことは何だ調査兵団に入って、とにかく巨人をぶっ殺したいですほう、悪くない。エルミン、こいつの責任は俺が持つ。上にはそう言っておけ。俺はこいつを信用したわけじゃない。こいつが裏切ったり暴れたりすれば、すぐに俺が殺す。 上も文句は言えんはずだ。俺以外に敵役がいないからな。認めてやるよ。お前の調査兵団入団を。<laughs> これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは、言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでるからちょうど蹴りやすいしな。待てよ なんだ危険だ何言ってるお前らこいつを解剖するんだろこいつは巨人化した時力尽きるまでに20体の巨人を殺したらしい敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれんだとしても俺の敵じゃないがなだがお前らはどうする こいつをいじめたやつらもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのかエレン・イーガーの管理か。できるのか、イバイ。殺すことに関しては間違いなく。問題はむしろ、その中間がないことにある。<laughs> 結論は出た。<laughs> なあ、エレン。 はい、俺を憎んでいるかい,いや必要な演出として理解してます。ならよかった。しかし限度があるでしょう。う歯が折れちゃったんだよ。ほら。拾うな。気持ち悪い。俺だって大事なサンプルだし。おい、エレン。は,はい。全然なってない。すべてやり直せ。本当に 作戦立案は俺の担当じゃないだがエルミンのことだ俺たちよりずっと多くのことを考えているだろうお前らも知ってるだろう報告書以上のことは聞き出せねえよあいつは黙ってないだろうがな下手にいじくり回されて死ぬかもなお前エレンよ早かったないても立ってもいられないよハンジ分隊長 明日のエレンの予定は庭の掃除だこれは一体行くぞあとは憲兵団の仕事だはいリヴァイ兵長なんだなんだってここ森ですよどうやって巨人を回避したりするんですか分かりきったことをピーピーわめくなもうそんなことできるわけねえだろな,なぜそんな 周りをよく見ろ、エレン。この無駄にクソデカい木を。立体起動装置の機能を活かすには絶好の環境だ。そして考えろ。お前のその大したことない頭でな。死にたくなきゃ必死に頭回せ。はいどんなに力で抑えようとも、どんな檻に閉じ込めようとも、こいつの意識を服従させることは、誰にもできない。 俺にはわからない。ずっとそうだ。自分の力を信じても、信頼に足る仲間の選択を信じても、結果は誰にも分からなかった。だから、まあせいぜい、悔いが残らない方を自分で選べ。<laughs> 巨人化したお前を止めるには、殺すしかないと言ったが、このやり方なら、中傷で済む、とはいえ。 個々の技量頼みだがな待ってください何の危険も犯さず何の犠牲も払いたくありませんといい<や>なら腹をくくれ俺たちも同じだお前に殺される危険があるだから安心しろはいわかりましたリスクは大きいかといってこいつを検証しないわけにもいかないからな 合図が伝わらなかったのかないや、そんな確実性の高い代物でもねえだろ自分で噛んだ手の傷も塞がらないのかはい。お前が巨人になれないとなると、ウォールマリアを塞ぐっていう大義もクソもなくなる。命令だ。なんとかしろ。 そこまで自分はは信用されてなかったとは当然だ俺はそういうやつらだから選んだ <laughs> 生きて帰って初めて一人前ってのが調査兵団の通説だが巨人と対峙すればいつだって情報不足いくら考えたって何一つわからない状況が多すぎるならば勤めるべきは迅速な行動と最悪を想定した非常な決断 かといって血も涙も失ったわけでもないお前に刃を向けることに何も感じないってわけにはいかんだろう動きは止まったようだなまだ油断はできないしかしよくこのポイントまで誘導してくれた高烈のンが命をとして戦ってくれたおかげで時間が稼げたあれがなければ不可能だったそうか そうだ。おい、いい加減に出てきてくれないか。こっちはそんなに暇じゃないんだが。なあ、お前はこれからどうなると思うお前はこの状況から抜け出すことができると思うのかこっちの迷惑も少しは考えてほしいもんだ。お前は確か、いろいろなやり方で部下を殺していたが、 あれは楽しかったりするのか。俺は今楽しいぞ。なあ、お前もそうだろう。お前なら、俺を理解してくれるだろう。わがままを言うなガキの喧嘩か。死亡を確認したなら、それで十分だろう。遺体があろうがなかろうが死亡は死亡だ。何も変わるところはない。 これが奴らの生きた証だ。俺にとってはな。兵 <laughs> 長、今日はよく喋りますね。馬鹿言え。俺はもともと結構喋る。リヴァイ、お前は動くな。無駄死には嫌いだろう。ああ、嫌いだ。するのもさせるのもな。作戦成功、とは言えねえな。いや。 我々調査兵団の首はつながったおそらく首の皮一枚だだといいがなできそうかどうかじゃねえだろうやれやるしかねえだろこんな状況で兵団もそれに死力を尽くす以外にやることはねえはずだ必ず成功させろ落ち着けエレン お前らも聞けここからは別行動だあとは任せたぜお前らはエルミンが決めた即席の班だが今はお前らだけが頼りだ分かってるなアルミンお前は今後判事と知恵を絞れはいミカサお前がなぜエレンに執着しているかは知らんがお前の能力の全てをエレンを守ることに仕えはい もちろんですそれからなエレンお前は自分を抑制しろ怒りに溺れて本質を見失うな今度こそしくじるなよなこだ,なんだお前らずいぶん残念そうじゃないか<っ>悪いなお目当ての巨人と合わせられなくて 今回のところはまあ残念だったかもしれんが、壁外調査の機会はいくらでもある。これからは力を合わせて巨人に立ち向かおうじゃないか。我々は、また一歩、真実に近づいたというわけだ。たった一歩か。踏み台にした巨人と人間の数にしちゃ、割に合わないな。 だが確実な一歩だ我々はいずれ必ず突き破る真実を隠している壁をエレビン団長から伝令です全員撤収だここは捨てる全ての痕跡を消せ、うん、なんで王家の旗がこんなにあるんだあ今日って王政設立記念日じゃ 年に1回の特別配給がある日ですよ。さすが王様気まいいですねあるところにはあるってことだ食い物で釣られると人間は弱い僕はすぐに引き金を引けたのに僕はアルミンお前の手はもう汚れちまったんだ以前のお前には戻れねえよな,なぜそんなことを 新しい自分を受け入れろ。もし今もお前の手が綺麗なまんまだったらな、今ここにジャンはいないだろう。お前が引き金をすぐに引けたのは、仲間が殺されそうになっていたからだ。アルミン、お前が手を汚してくれたおかげで、俺たちは仲間を一人なくさずに済んだ。ありがとう。リヴァイ兵長、間違ってたのは俺でした。 次は必ず撃ちます何が本当に正しいかなんて俺は言ってないそんなことはわからないからなお前は本当に間違っていたのかえ<っ>さてとそろそろあいつらの話を聞かないとな準備整いましたそうかそれでお前ら手を汚す覚悟の方はどうだ